こんにちは、チョメです。今日はハートのピンとハートのバレッタの入手場所に関してやっていきます。こちらの効果はハートが出やすくなるですね。こっちが大効果でこっちが小。ハートのピンは持ってる人たくさんいると思いますけど、もしかしたら取り忘れっていうこともあるので、ちょっとハートのピンの入手場所の方から紹介して後半こちらやっていきます。では動画の方どうぞ。まず、ハートのピンの入手場所です。皆さん持ってると思いますが、この最初のところですね。一番最初のこの無の世界。これクリア後でも入れるのかな？あ、ここ入れますね、ここ。離す。もう一度無の世界に行きたい。取り忘れてる人は、この鳥に話しかけていくみたいな感じですね。ここの無の世界のところにあるんですけど、あ、まだ私取ってない宝箱もあるな。ついでに取っていくか。この中に入っていくみたいな。中を見る。あ、これシルベでやってる私。どこで入手したんだろう私。まだちょっと見てないところも結構あるな。どこの宝箱だったかな。今回入手場所なので、これ今からこれとか入手するのはちょっと今回の動画と違うと思うんで、ここ中を見るですね。これ皆さんもうクリアしてたら、シルベがあったらそこのシルベチェックしてからいけると思うんですよ。こんな感じにワープとかで、ちょっと過去の動画を私は見直しました。これ2階にありますね。2階のね、この辺りだったと思うんで、近くにシルベがないかを探します。ここのシルベもありますね。で、どっちから来てるかって、こっちにもあるから、どっちでもいいのか。こっちから行ってみるか。でもなんかこっち上から来た記憶もあるんですよね。まあ、こっちから行きますね。ちょっとワープしてみます。ちょっとどんな感じにクリアしたのか忘れてしまったんですけどね。ちょっと向かっていきますね。なんか逆走してる気がするけど、これはこれでのけるから、これ本来だったらあれだね、逆からやってみたいな感じになってるね。これ落として今左にいるみたいな感じだね。あ、潰されちゃった。どうなるんだ、これ逆走してるからね私多分。こうなった場合はこれなんか置けばいいですね。ここにこっちから来る場合、ベッドとかでいっか。脱ぎたベッドで、あとカエルとかも持ってると思うからこれでいっか。本来は多分だけど左から右のところに行ってると思うから、これ岩とかあるけど邪魔してるやつあるじゃないですか。ここ、これ引っ張って、まあ、ここに置くみたいな感じでしょうね。ハートのピンの入手ですからね今回で。今マップここです。だから、まあ、要するにこの2階のこの場所をがあったらいいみたいな感じですね。これ上からもいけるね。壺のところからも。持って。取り忘れてる人がいるかもしれない。でもここはさすがに取り忘れてる人はいない。これ序盤だったら多分糸チュラでいけると思うんですよね。糸チュラとかでこうやってやって入手した記憶ありますね、私。ここ。ここに乗った空箱にあります。じゃあハートのピンを割ります。ちょっと私気になるので、個人的にこのまだ解放してないところちょっと見てみようかなと思うけど、こちら解放してないとかではなかったです。これ落ちたら1階のところのこっちに落ちましたみたいな感じですね。だから一応全部解放してました私。こちらは後から無の世界にも来れるっていうのいいですね。宝箱も気になるからちょっと動画で見せとくか。あ、ここルピーがあったんですね。20ルピー結構嬉しい。次はハートのバレッタの入手方法なんですが、このマップの左下のところのゲルドの街のところ行きますね。中に入っていきます。これクリア後ですね。どうしても無理だっていう人がいるのでちょっと話しかけます。あんたって砂漠の裂け目を消してくれたゼルダだよね。降りて、あんたに頼みがあるんだ。他のやつには頼めないことでさ。ただここじゃ話しにくいな。あっちで話そう。はあ、ねえ、あんたはゾロゾロって虫みたいな魔物知ってるかい？ゾロゾロ塚っていう巣穴を壊すまでは中からどんどん湧き出てくる魔物さ。私はレストレッド、普段は兵士をしててね、そのゾロゾロ塚の駆除を任されてるんだ。私ゾロゾロだけは本当に無理なんだよ。細かい足と動き、近寄りたくてもね、想像しただけでもゾワッとくる。誰かに泣きつきたいところだが、仲間にはとても頼めないよ。
私ならいいの。ねえ、あんた、俺はちゃんとするから、ゾロゾロ塚を片付けてくれないか。場所は町の北東にある動物だよ。うじゃうじゃいるから、話してたら寒気が。塚を全部壊したら私に教えてくれ。あの辺りには豚プリンがいるから気をつけないよ。うじゃうじゃ、ゾロゾロやっていきます。マップの北西って言われて、お、チェックがついてますね。これもうここをワープして、ここのところに行きますね。私、過去にもう壊してる気がするけど、依頼を受けて壊したら OK みたいな感じかな。じゃあ、ちょっと洞窟入りましょう。私もうゾロゾロもゾロゾロ塚もね、もう入手済みだからね。あ、場所ここです。あ、もう見えない。そうだ。砂嵐が。先行ってきますね。あ、ゾロゾロがいる。あ、ここはまだ壊してないわ。初めてだわ。これね、これでコピーできますよ、一応。これ、検視モードとかで壊せる？簡単だよ。壊しちゃったよ。あ、チャレンジ更新したよ。これでいいのかな？これちょっと初めてだけど。ちょっと先何があるんだろう、これ。気になるな。あ、OK です。あ、簡単だった。じゃあ戻りますか。あ、ちゃんとチェックも更新されてますね。なんかサクッと終わりますよ。じゃあ中に入って。いや、めっちゃ簡単だったよ。どうしても無理だって言ってたけど。ゾロゾロ塚を駆除してくれたのかい？本当に助かったよ。ありがとう。お礼に私の宝物を受け取っておくれ。ギルドの職員が作った貴重なアクセサリーだよ。はい、これでハートのバレッタを手に入れました。ハートをあしらった大きな髪飾り。ハートが出やすくなるですね。お、レストレットよ。レスレットね。よし、小隊長とどうしてここに。非番のところすまないな。お主に任したゾロゾロ塚の駆除だが。ああ、先ほど片付けました。これから報告に行こうかと。でもね、多分戻ったら復活してると思うけど。やはりそうか。先ほど駆除されていたと。報告があってな。真っ向と関心だ。お主は昔から腕っぷしも強く度胸もある。ゾロゾロ塚が新しくできた時よりもよろしく頼むぞ。左上の黒猫ちゃん可愛いですね。なんかいろいろと申し訳なくなってきたよ。本当はあんたが頑張ってくれたわけだし、小隊長も騙しちゃったね。別にいいんじゃないの。でも今度からゾロゾロ塚ができたらまた依頼来るぞ。信頼してもらってるのに情けないよ。こんなことじゃいけないね。次はあの人の期待に応えなくっちゃ。ゾロゾロへの苦手意識をなくして自分の力で対処できるよう頑張るよ。はい、これでうじゃうじゃゾロゾロをクリアしましたね。この服のところで着替えとかもできますね。これとこれを今回入手しました。ハートのピンとハートのパレットです。まあハートのピンは今回入手してないけど、入手場所ですね。ハートが少し出やすくなると、ハートが出やすくなるですね。あとちょっと服、余談ですが、ちょっと猫ちゃん話しかけるか。もっとお尻の方撫でて、尻尾は触らないでそこそこ。なんか猫ちゃんいるから話しかけてみたかった。で、なんか世間話してる。ね。では、失礼します。ちょっと戻、あ、猫ちゃんいっぱいいるの、こっちにも。まだまだいっぱいいる。ね、猫の服着てたら、こうやって猫とお話ができるんですよ。あと、左上にも猫ちゃんいたわ。なるほど。本当に駆除されたのかな？戻ってみるかも、一回。クエストクリア後、来てみましたけど、はい、復活してました。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョエでした。もうこれ借り物とかはまだしてない人はここにね、借り物できますね。では失礼します。